上がっていいのかな。秘密は確かあっちなんですよね。本殿門で。ここが湧き水の場所ですね。後で寄りましょう。先に行商まで行ってみましょう。苔むしてます。石畳が。あんまり来る人いないのかな。病床だそうです。閉じてますね。多分シーズンオフなのかな。シーズンオフで閉じてるのかも、一応ここまで来たのでここでもお参りしていきます。では来た道です。水をいただいてバーバーをちょっと覗いて帰りましょう。こんな感じですね。でこっちが病床です。こうやってみるとなんか雰囲気があります。ですね、湧き水の横にこういう小川が流れてるんですけど、これももしかしたら湧き水なのかな。水脈を同じとか似てるとか近いとかそういう感じなのかも。ババアートっていうところがこっちなんで、ババアートちょっと寄っていきましょう。どんな場所か見ていきましょう。テル神社ババアート、ここで馬を走らせてたってことかな。次が本殿ですね。本殿を馬場の方から見た感じです。次がさっき言った
病床病病なんとか。こっちが本殿で、さらに奥にあるやつ、それを本殿っていうのかな。両方合わせて本殿っていうのかな。おみくじを結んでる、こんな感じ。皆さん結んでいってます、おみくじを。ここにもこんな感じで願いを書いた絵馬とかありますね。おみくじを結んでいってますね。こっちの方におみくじを結んでいってます。で、こちらの方はこういうお顔をされてます。この辺が駐車場になってます。向こうも駐車場になってます。あそこも止めて OK です。で、向こうが歴史館ですね。一応流量一般が300円、高校大学150円、小中学生100円だそうです。